はい、こんにちは。日本改革日本改革党豊島区議会議員くつざりょうでございます。取り直しはしないという無意自然様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただきありがとうございます。無意自然様ポスティングボランティアにも、お申し出いただきました。無意自然様、エモ様、売りなら丸なマスラボ、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。売りなら丸ならさらもですね、ご支援もいただいちゃっておりますし、ポスティングボランティアのチラシおかわりも何度もしてくださって、土日ね、皆さん頑張ってくださるようで、誠に誠に、ありがたいことであります。私はと言いますと、ちょっと事前審査というの、立候補事前審査という期限が差し迫っておりまして、ポスターとかチラシとか選挙広報とか作ってですね、いろんな規制がありまして、それをクリアしなくちゃいけない、言ってバタバタしております。豊島区議会もまだ終わってませんし、まあ最後まで手抜かずやりたいもんですから、人様にばっかり働かせて非常に心苦しく思っております。よろしくお願いいたします。 Only in Japan、こんなの日本だけという画像なんですけれども、海外の掲示板で話題になってるやつであります。外国でね、こんなきちっと並ばれるんだって、ぐじゃ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 で電車くっと我先に、乗り込もうとするんで大混乱するという話であります。こうやって並ぶの、自然に並ぶのは日本だけです。日本は超個体であるからこうなるんだなぁ、思いますよ。日本は超個体であるっていうのはですね、私の説なんですけれども、日本はね、みんな親戚で部族、国家とも言ってもいいんだな。つまりですね、親族経営の国家であると。で、みんな親戚だから遠慮し合ってこういう風になる。親戚の集まりだったらどうします？これ全員がその会場にいる人が全員親戚だって分かってるところ、まあ大きなお葬式であるとかしたら、みんな遠慮し合ってちゃんとするでしょ。ですんでね、超個体っていうのは個体を超えた個体のことであります。アリとかね、ハチの巣はですね、例えばですけど、女王バチ、女王アリは産むばっかで、まあ子宮の役目をしておって、で働き蜂が餌持ってきて、まあ、手足の役目、あと兵隊アリ、兵隊を担当してるとこもあんのかな。蜂やアリの巣がですね、まるで一つの個体のような振る舞いをする、ことから超個体って名付けられたんですけども、で蜂とかアリの働きアリ同士ってみんな姉妹なんですよ。まあメスしかいないんですけど、みんな姉妹、全員働き蜂、働きアリは、でね、まあ親族同士、一家なんですね。蜂の巣、アリの巣は一つの、一家で一つの個体のように振る舞うと。日本もそうじゃないかあと私は考えつきまして唱えさせてもらってんですけど、もうすぐですね、漫画本で今書いてもらってる最中ですから出ますので、売りたいと思います売ってみたいと思います。なので私は帰化そのものに反対してんですね。帰化そのものに、だからみんな親族の国家だから、部族で経営してる国家だから、まるっきり日本人の血が入ってない人は親族でねえから、日本国籍、つまりその会社の社員証を与えるべきじゃない、考えております。帰化そのものをさせなければ、立候補も投票もできないわけでね。今はそんなことお構いなしにやっちゃってますけどね。なんか帰化要件が昔より緩くなっちゃったっていうことなんですけど、これね、少子化対策がうまくいかない総務省だかなんだか知りませんけれども、そこが法務省に圧力かけて、帰化
あどんどん刺して、数字の上だけでも日本人増やそうかなんつー悪巧みでやってんじゃないかなって私予想しております。日本人と結婚した人は純日本人ってことでね、永住権と国保は使わせてあげるけど日本国籍は与えない、つまりあの奥さんとか旦那さんだった人ね、日本に住んでる人ね、当然投票も立候補もできないと、日本国籍与えるのは自民党の小野田さんみたいに国際結婚の子供柄でいいんでないの？日本人の血が混じって、親族社会、部族の一員となった人からでいいんじゃないのって私思っております。なもんで帰化一世を擁立している政党許しがたいんですけど私にとってはね、結婚した永住権、結婚で得た永住権は離婚で消滅ってことにしないとダメですね。ルビーモレノっていう懐かしい名前、知ってる方はおっさんおばさんなんですけれども、まあ30年ぐらい前ね、日本での出稼ぎが今より厳しくなかった頃に、フィリピンから女性がうんとうんと出稼ぎ来てて、で日本人と結婚して永住権を得てなんていう人が今離婚したにもかかわらずフィリピン帰んねで日本に居ついて生活保護をもらってるなんていう現状があるんですよ。ですんでね、離婚したらダメだっつって永住権取り上げだって言って取り上げて帰国させるのがいいと思います。ツイッターに生息するフェミの皆様のイメージ図であります。なんかどういう状況かわかんないですけど、オスのライオンがメスのライオンに寄ってたかってボコボコにされて倒れちゃってます。なんだろうなこれ、これ説明によると交尾を迫って逆襲されてるオスライオンということらしいんですけども、まあ、ツイッター上にいるフェミの皆さん、なんか私こんなイメージですね。善良な日本人男性を寄ってたかって、ボコボコにする、いうようなですね。うん、この政党だ、この党だ。立憲民主党が内閣信任案提出だそうであります。ネットの反応です。恒例行事だな、やってるか、いつもの仕事してるふり、ワンパターンすぎる。むしろお前らに不信任案を出したいのだが、物価高は世界中なんだが、まあ、岸田のせいで物価が上がって生活が苦しくて仕方ないから不信任ってことらしいんですけどね。どうせ否決される無駄パフォーマンス、真に受けて解散したらブチ切れるくせに、ブチ切れるどこじゃ済まねえね、消滅しちゃうかもしれないですね。立ちぐそ民主党でしたっけ、衆参ダブル選挙で壊滅してほしい、解散したら騙し討ちだ、ブリブリブリで誰がうんこしたのというような意見が舞い上がっておりました。支持者の自治労、日教組、放送通信労連向けの定例行事でしょうかね。放送労連はテレビ、ラジオね。通信労連って NTT とかそこら辺ね。あと郵政なんかも入っております。ジャッツって衆院改選なんかされたら目も当てられませんね。立ちぐそとはね、ダブル選挙戦う資金ないんじゃないのかな。そんなことになったら漏らしちゃうよな、おっきいのブリブリブリって。立ちぐそと共闘する共産党が参院選の決起集会開催したそうであります。石井和夫挨拶、会見は海外での戦争を自由勝手にやれるようにしようというものであり、絶対に許すわけにはいかない。ちょっと待てと、なんで球場がなくなったら日本はすぐさま海外で戦争しに行かなくちゃなんないの。一体どこを攻めるっていうの。これね、戦争して奪うより手を組んで商売してした方が効率よく儲けられるっていうのももう分かっちゃったんですけどね、人類はね。ネットの反応です。あなたの感想ですよね。日本人の敵、定期。あんたらに許されなくてもいいです。絶対許されないという発想が違憲。許すとか許さないとかいう感覚が異常。いつもながら頭おかしい数を。誰が許さないんだ。共産党の逆が正解。国民投票の権利を否定する独裁党。何でも話し合いでって言ってる奴らが、議論すら許さないってアホすぎ。共産党は
代表選挙は許されないらしいですね。22年目。2000年から代表やってて、選挙もなく C 数を、独裁しちゃってますよ。許されないんだろうな。この選挙はこれまでにない切実で緊急とかも言ったらしいけど、いよいよ滅ぶのかなぁ。いなくなっちゃうのかなぁ、思ったりしますけれども。まあ、比例で何人かは、首の皮繋がんだけど、ろうけどね。昨日の都市開発委員会で気がつきました。共産党の強さ、強みは恥知らずなことであります。共産議員がですね、昨日の委員会で、こんな資料じゃよくわからないかなんか言って、延々ごねてて、ぐじゃ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 言って、委員会を妨害してまして、誰も口に出しませんけど、それお前がバカなだけなんじゃ。あーというですね、しらーっとした空気が漂っておりました。バカと思われることにも気がつきもしないと。そんなこと言ったら、こんなこと言ったら、バカって思われるんじゃないか。とも思わない。このバカさ加減がですね、共産党の強み、人数の割に声がでかいっていう秘訣なんじゃないかな、昨日思いました。あと共産主義者の特有の言葉ってありますね。自分に都合がいいは何々すべき、自分に都合が悪いは許されないとか言っちゃう。朝日新聞でもよく見かけるフレーズなんですけれども、共産党のキャッチフレーズね、何よりも命とか、言ってますけど、何よりも人民軍の命だから、人民軍の命を脅かす憲法9条破棄なんかは許せない。民主党、その昔の民主党、国民の生活が第一とか書いてありますけど、あれ外国民の生活が第一の間違いです。書き足してなかった。これも共産主義語なんだろうな。TBS アナウンサーますます嫌われていく、言っとりましたけど、実感としてあるって言ってましたけど、ウクライナ難民サポーター、本日夕方 TBS 社員が取材を装い、20代のウクライナ人女性を呼び出したそう。しかしその女性に近づいた理由は取材などではなく、夜の関係を求めてきたと SOS が。どんな神経してんだ。名刺メッセージを抑え、ネット上の本人の顔も一致しました。これ関係を迫るメールとか LINE とか抑えちゃったのかなーという感じでありますけれども、ネットの話、 TBS ならやりかねない。日本の評判を落とすためわざとやってんのか。とりあえず警察に、外務省か内閣府でもいいかも。個人名出せよ。こういう時動けばフェミ界隈も信用を得られるんだが、マスゴミには近づくな。ツイッター上は実名とやり取り画像出せの大合唱となってるみたいであります。まあまあ真偽不明のツイッター情報だけど、 TBS ならそうだろ。疑うもの皆無のこの状況ですね。まあ TBS ならそうでしょうね。 TBS に、日本人社員は2人しかいない、聞いてますしね。犯人は朝昼晩辛いもの食ってんでしょうね、どうせな。ね、戦争難民、本当の戦争難民、朝鮮戦争難民ですっつって、好き好んで日本に来て難民認定されて、じゃあ特別に永住許可資格あげるわって言われたのじゃない本物の戦争難民に近寄ってって関係を迫るって、どんな神経してんだ TBS の社員は、このけだものは。まあ朝昼晩に辛いもの食ってんでしょうね、どうせね。辛さは味覚でなくて痛覚であるって言われてます。食べるとですね、生命の危機感じてアドレナリンが出るらしいんですよ。で、日常的にですね、アドレナリンがドバドバしてて大脳がそれにさらされてるとですね、大脳皮質が萎縮するっていう研究結果がすでに出ております。まあ生化学の方でね、大脳皮質の機能低下ってことは
まあ簡単に言っちゃうと理性が縮むってことですね。で本能が前に出てくると、女と見れば抱きたくなる本能むき出しとなるので、まあある国の強姦発生率は少なくても日本の15倍って言われております。泣き寝入りを含めればもっとだと思いますけどね、50倍100倍あってもおかしくないって思っておりますけれども、まあまあ朝昼晩辛いもの食ってると大脳皮質が、萎縮して理性が減っちゃって本能むき出しの獣に変身するということ、こいつの名前まだ出てないですけど、まあ通名だけでなくちゃんと実名も明かしてもらいたいよな。しかしまあ TBS とんでもないですね。TBS もですね、自浄効果っていうか、自己再生とか、治癒、自動治癒とか全く見込めませんので滅ぼした方がいいと思います。というわけでご支援ポスティングボランティア様大募集であります。私もいろいろバタバタ豊島区委員会の後始末とか、終わりましたら街に出て、政治活動再開いたします。よろしくお願いします。デトックスジャパン。